ドキドキしていた。今回の動画はホタルにお手を教え始めた時の動画なんだけど、実はまだ今でも 100% の確率でちゃんとお手ができていないホタル。ご飯の時は比較的成功率が高いんだけど、ご飯を見ると興奮スイッチが入っちゃってお手どころではなくなってしまうわけで、今後のホタルに期待していただきたいと思っている。はい、皆さんこんにちは。今日はホタルのお手の練習の動画なんですが、この動画は待てをやっているところです。お座りと待ては、早めに覚えれたんですけど、お手ですね。お手が実は、冒頭にもお伝えしたようにまだ 100% できないです。でこれは、ホタルにお手を教え始めた頃なんで、まあ、もちろんできるわけはないんですが、こうやってお手でこの時手を出すんだよって言って、ホタル餌、この時はリンゴだったかな、をご褒美を与えながらお手を仕込んでいます。見てください、この上目遣いでじっと見られたらね、餌あげたくなっちゃうんですよ。でもこっちもほら、あの顔、そう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 、まだねできないんですけど、こうやってやるんだよっていうのを教えてます。で餌をあげたら餌の方に飛びかかっていくというのを繰り返してます。今はね、餌の時、餌の時間だけ、お手を言う前にもう何も言わないんですけど、お手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 っていう感じでもう連続でやってくるんですけど、まあそれはちょっとお手とは言わないですね。こっちがお手って言ったから、言った時にちゃんとできるようになってほしいなと思っています。ホタルは困惑してますね。何を言ってるんだろうなって、何を言ってさっきからお手お手言ってるんだろうなっていう顔ですよね。もうこれもまあ半ば無理やりお手をやらせたような感じですね。まあこれお手の動画、もうここからちょっともうお手の練習とは関係なくなってくる動画が続くんですが、まあ本当犬ってスリッパ好きですよね。これ面白いんですよ。前見えてないからそのまま足に突っ込んでいくっていうホタル。でこれもね、なんか面白そうだから撮ってみたんですけど、これはうちの奥さんとマセオとホタルが遊んでるところ。ぐーかわいい。でこれね、これスローモーションです。スローモーションにしたらどんな顔してるんだろうなと思ったら、この次の瞬間、特にノーリアクション、ただただ可愛いホタルでした。はい、今日も最後まで見てくださってありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。